皆さんおはようございます。 NBS アナウンサー向川智美です。実は私受験生を持つ母なんです。今日はどんなことをやっているのか、どんな大学なのか見させていただきます。受験を控える理系男子のママ向川アナが気になる大学のキャンパスで魅力を探します。まずは大阪梅田にあるこちらの大学。もしかしてこれですか？だってキャンパスじゃないですよね。もうビルじゃないですか。タワーですわこれ。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。お願いします。大阪工業大学梅田キャンパスへようこそ。ロボティクさんのデザイン工学研究科の福本真奈美です。よろしくお願いします。学園創立100周年を迎えた大阪工業大学、2017年に新設された梅田キャンパスのほかに、大阪市旭区の大宮キャンパス、大阪府枚方市にある枚方キャンパス、文系、理系、文理融合の4学部17学科があり、およそ7500人が学んでいるそうです。それにしても梅田のど真ん中にこのタワー、すごいキャンパスじゃないですか。はい、キャンパスって言っていいんですよね。うん、はい。そうですね、向川さん、はい、早速なんですけど最上階の21階にご案内します。わ、いきなり一番上ですか。はい。何があるんだろう、楽しみです。梅田キャンパスは高さ125メートルの都市型タワーキャンパスで、その最上階には学食があります。学食、はい、ここが、はい、レストランになってます。なんかデートにも来られそうな感じですよね。そうですね、はい。ちょっと待って、見てください、これすごくおしゃれなレストランじゃないですか。これが学食？そうなんです、バイキング形式になってます。高級感あふれるインテリアが置かれた地上125メートルの学生食堂。20種類以上のメニューから選び、学生は500円だそうです。こんな感じ？学食？絶対学食。あ、観覧車見えるやん。観覧車見えます。あのヘップのとこよね。そうです、そうです。最高。夜には一般の方も利用できるイタリアンレストランに、梅田の夜景を堪能しながらワインも楽しめるんだとか。竹下さん、今の大学生こんなんですって、どう思います？本当に羨ましくてしょうがないんだけど。私ロマンチックになりすぎて、そんな友達なのにいい雰囲気になるとかないの？女の子みたいなことない。もったいない。そして梅田キャンパスでは学生の皆さんが日々最先端技術の研究も行っているそうです。何？丸い地球じゃないけれども、あんなのもあったりとか。パソコンのモニターの数がすごいので、研究もそうですけど、ちょっとオフィスみたいなね感じがしなくもないですよね。ここで皆さんがそれぞれテーマを持っていろんな研究をしている。はい。いや、どんなことを研究しているんでしょう。はい、はい。案内してくれた福本さんの研究室で取り組んでいるのはメタバース。わかります？全然わかんないんですけど、はい、かけふさんもわかんないでしょ。バースかけふ、岡田じゃ違いますよ。メタバース体験してみます。メタバースの体験ができる、はい、怖いことないですよね。大丈夫です。あ、近づいてきた。おお、近づいてきた。メタバースとはインターネット上の仮想空間やそのサービスのこと。向川さんは今メタバース内に再現している梅田キャンパスを歩いています。福本さんは将来的にこのメタバースでも使いたい生成 AI のこんな研究をしているそうです。私はチャット GPT を搭載したアバターを使った英会話の研究をしています。ちょっと待ってね、はい、まあ整理しましょうね、はい、I'm マナミ。簡単に言うと AI と自由に英語で話せるシステムを研究しているそうですよ。I hope we can continue to share good times and conversations. 日本人の英語力向上にも貢献できたらいいなと。なるほどなるほど、はい、このいう研究っていうのはもう自分でやりたいって言ったら自由にできる感じなんですか？先生がいいよって許してくれて、くださって、できるようになったって感じです。他にもこんな研究を。階段登る
登りましたね。今ちょうど上がりましたね。こちらは遠隔操作で階段を登り、災害現場で人を救助するためのレスキューロボ、その名もジュリエット。実はお腹のところに人を救助するための機構がついていて、本体をそのまま下げることで、人を救助することができるロボットになっています。レスキューロボットコンテストでレスキュー工学大賞を受賞しました。さらにこんなメガネの研究も。組み立ての工場などでこう役に立つスマートグラスの研究をしています。スマートグラス、はい、ここに見える、ここに見えてます、はい、今向川さんにしか見えていませんが、メガネに映る指示に合わせてネジを締めると効率よく作業ができるんです。これはこういうプログラミングにして、ここにそれが表示されるようにしてるってことなんですか。そうですね。はあ。回転運動と筋肉の電気を測って、こう工程を移行させていくっていうプログラムを作っています。すごいね。でじゃあこれをさらに応用させると立体パズルを揃えることもできるんです。その通りに回せばいいってこと？そうですね。そしたら揃うの？はい。一番がスマートグラスに映る指示通りに揃えていくと、右側が下、お白が揃った、上が右、今本当にここの指示通りなんですよ。こういうこと？そういうことです。どういうことよ、すごい。大学で研究をいっぱいして勉強してくれてっていうのはすごく嬉しいんですけれども、どんな就職先があるんだろうっていうのはすごく心配があるんですけれども。大丈夫です。安心してください。本当ですか、はい、キャリアサポートも充実しています。就職アドバイザーによる面談や就職説明会などきめ細やかな就職サポートに取り組んでいるそうです。この大学は最先端を学べる環境にあるので、最新の職業とかにもつきやすい環境だな。まだない仕事とかもここから生まれてくるってことがあるかもしれないですね。全然あると思います。以上、大阪工業大学でした。